皆さんおはようございます。礼拝の前にお願いがございます。携帯電話スマートフォンをお持ちの方は電源を切りになるかマナーボードにしていただき、アラームシャッターなど音の鳴らない設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また貴重品は各自管理していただきますようお願いいたします。それでは2018年11月11日主の十字架クリスチャンセンター東京アンテオケ教会手術第一礼拝を始めていきたいと思います。はじめにお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがみます。今日こうしてお一人お一人を第一礼拝に集めてくださり、共にこの場で礼拝できる恵みをありがとうございます。さらに私たちが礼と誠をもってあなたを礼拝し褒めたたえることができますよう助け導いてください。またお一人お一人にあなたの豊かな恵み祝福を注いでくださいますようお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは共に賛美の時を持ち主を叩いていきたいと思います。していきたいと思います。お立ちになられる方はどうぞお立ちになってください。
粒の さらにこの念頭に私が語った言葉をあなた方は祈り込んでいきなさいと主は仰せられます。その中で私はさらに多くの示しと語りかけを与えていこうと主は仰せられます。最後忍耐を持ってこの語られた御言葉を全うしていきなさいと主は仰せます。私は確かに今年語ったように多くの実をこの群れに持った人一人にも与えていこうと主は仰せます。あなたはさらにしっかりとこの歩みを点検しながら、またこうなすべき御心を全うしていきなさいと主は仰せます。それではもう一度賛美してまいりましょう。様、この3面の曲ありがとうございます。御言の言葉を感謝いたします。続きます礼拝を高に導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお忘れください。それではしばらくの間お祈りの時を持ちたいと思います。共に主の前に静まり、お祈りの時を持ってまいりましょう。お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしてまいりましょう。
様は私を愛し命与えた、救い与えた。神様は私を愛し罪を負わない許し与えた。それでは主の祈りをお祈りいたします。初めての方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではモーセ・デニシ光牧師に導いていただき、聖餐式を行います。それでは聖餐式を始めたいと思います。聖餐式とはイエス様の死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方であってもイエス様を信じて洗礼を受けられた方、洗礼を望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしています。またインターネットで参加しておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、洗礼を望んでおられる方もこの式に加わってください。インターネットで参加しておられる方々はご自分でパンとブドウ酒、ブドウジュースをご自分で準備していただき、この式に加わっていただきたいと思います。それではこの式のためにお祈りします。愛する天の父の神様、この聖餐の恵みを感謝いたします。このパンとブドウ酒、ブドウジュース、インターネットでご覧になっている方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを祝福し、私たち一人一人のうちに御体御血腫の恵みを豊かに表してください。あなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではしばらくの間共に祈っていきたいと思います。もし心のうちに罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
イエスはパンを取り祝福しのち、これを先彼らに与えて言われた、取りなさい、これは私の体です。共にキリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。共にキリストの血をいただきましょう。愛する天使神様、この生産の恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。それでは献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天皇お父様、この献金を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこれらを清め、御国の働きのために用いてください。また捧げられましたお一人お一人に豊かな恵みと祝福をお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所をお開きしたいと思います。本日の聖書箇所はマタイの福音書13章の23節になります。マタイ13章の23節、新改訳聖書第3版の25ページになります。それではマタイ13章の23、ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらくの賛美の後にモーセ・デニシ・ヒカル牧師にメッセージを取り継いでいただきます。